今回はコーンドリブルの意味を紹介します。経験値での学びの違いや得られる効果などがあると考えています。この動画があなたにとって役立ったのであればチャンネル登録をお願いします。それではどうぞ。まずは初心者編として考えたものです。コーン幅が広く、スピードはゆっくり、視野はボール中心で、好きな選手になりきってやってみましょう。まずは右足限定でゆっくりとドリブルをしてみます。足の外側、内側をゆっくり感覚を確かめながらドリブルしています。左足限定の練習になります。最初は得意な足だけでも大丈夫だと思うので、自分のやりやすいタイミングで練習してみてください。サッカーを始めたばかりの子はゆっくり歩きながらこのように練習してみましょう。歩きながらもボールをどのように触ると転がるのか、ボールの感覚を確かめながらやってみましょう。歩きながらドリブルができたら、今度は足の裏を使って歩きながらロールという技術を練習してみましょう。ボールを足の裏で転がしながら歩いていきます。ボールが足からあまり離れないように意識しましょう。インサイドタップになります。足の内側と内側を使い、ボールが足の間から出ていかないように気をつけながらやっていきましょう。スピードは本当にゆっくりで大丈夫なので、ボールの感覚を確かめながらやりましょう。次に経験者編です。コーン幅は狭く、スピードは速く、視野は関節視野で、自分の好きな選手になりきって練習してみましょう。右足のインアウトを使ったドリブルになります。コーン幅が狭くなったので、ボールのタッチの感覚がすごく大切になってきます。アウト、イン、アウト、インの持ち替えをスムーズにやっていきましょう。左足でのインアウト交互になります。僕は右利きなので、左足のドリブルが少し苦手になります。なのでスピードは少しゆっくり抑えめにしながら、ボールタッチの感覚を確かめながらやっていくことを注意して行いました。次に左右のインアウトになります。インサイドで触った後に反対の足のアウトサイドに持ち替えるところがとてもスムーズにできるようになると、リズムが出てくるのですごくいい練習になると思います。ダブルタッチでのキャッチになります。インサイドでボールを横に動かした後、反対の足の内側でボールをキャッチするようなイメージ、ボールをピタッと止めるようなイメージでダブルタッチをしていきます。次に行っていくものはロールからキャッチになります。足でボールを横に転がしてインサイドでキャッチします。キャッチがしっかりボールが止まっていると、次のロールの動作が素早くなるのでリズムが出てきます。スムーズにできるように練習しましょう。次にサイドボールタッチになります。体を横に向けたままボールタッチを行いながら移動していきます。横に移動する際にはロールの動作も使っていくので、ステップワークの練習にもなると思います。ぜひチャレンジしてみてください。コーンドリブルの意味として、ボール扱いの向上のきっかけ作りになると思います。状況判断にはつながりませんが、ボールを関節視野で捉えるトレーニングにはなっていくと思います。ぜひやってみてください。ここからは番外編になります。できる人はぜひやってみてください。コーン幅は狭かったり広かったりします。スピードは緩急を使いましょう。視野は関節視野で、様々なボールタッチを使いながらやってみましょう。この番外編ではコーン幅は狭かったり広かったりします。その中で細かいタッチや大きいタッチ、スピードが変化することが自然と起こります。また視野もボール中心ではなく関節視野で、次のコーンに意識を向けながらやっていきましょう。コーン幅が一定だと一定のリズムでドリブルすることができます。でもこのようにコーンの幅が狭かったり広かったりすることで、ドリブルのリズムが生まれてきます。そんな練習をしたいときはぜひおすすめなのでやってみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。今日はコーンドリブルの意味を紹介しました。
これからも動画配信していきますので、チャンネル登録、高評価ボタンで応援してください。よろしくお願いします。コーンドリブルに関しての質問などはコメント欄にお願いします。